はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあマスターデュエルにですね、神アップデートが来ましたんでですね、こちらは皆さんにご紹介をしていこうというふうに思います。バージョンアップデート必須化は5月の9日にやっていまして、Steam 版ではねもうアップデート公開されてるんで、まあ新しいバージョンで遊ぶことができるんですけども、まあ、もしかしたら iOS とかね、あの Android はちょっとまだみたいなこともあるかもしれませんが、5月9日にはバージョンアップデート必須化ですよと。でかなりのね容量のPC 版だと 10GB とかの超でかいアップデートが入ってまして、それに伴いましてめちゃくちゃ遊びやすくなってるし、神機能がいくつか追加されているんですよ。この内容について今日は皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思います。やっていきましょう。デュエルログの表示について、デュエルログのスクロールバーの背景色をターンごとに変更してスクロールしている位置を分かりやすくしました。スクロールバーの背景色っていうのは、このスクロールバー、これの、背景の色のことですね。青とか赤とか青とかになってると思うんですけど、この青が自分のターンですよ、赤は相手のターンですよ、青が自分のターンですよと。まあだから、相手の動きとかをこう、見やすく、検索しやすくなったって感じです。複数のカードが同時に移動する際、まとめて表示するようにいたしました。これログにまとめてね表示されるようになってるって話なんですけども、これ金券とかで、まあ、適当に6枚ぐらい除外したとするじゃないですか、カードをね。今まではこれ1枚1枚縦に表示されてたと思うんですけど、これこんな感じで、これわかりますかね、まとめて、6枚何がコストにしたのかを、まとめて表示するように、なりました。これ非常にわかりやすいですね。ポイント結果と先行後攻を選択したプレイヤー及びその結果をデュエルログに表示するようにしました。先行後攻をね選ぶと、このログのところにこのデュエリストはこの相手なんですけど、デュエリストが先行を選択しましたみたいな感じで、書かれるようになったので、これ例えば相手がね後攻を取ってきたのか先行を取ってきたのか分かることによって、なんか後攻デッキだとか、あと先行を展開したデッキなのかなみたいなのが一応その後からね一応ログ見れば確認できるようになりましたので、非常にね、これも戦術的には、便利な機能になっているんじゃないかなというふうに思います。観戦およびリプレイ再生の開始に先行後攻を選択したプレイヤーおよびその選択結果をデュエル画面に表示するようにしました。リプレイ再生した時に先手後手が誰が選んだかが分かるようになってまして、ちょっと一瞬なんで見ていただきたいんですけど、ここで相手が先行を選択しましたと。だからここであえて後攻を選んでる時とかがあれば、相手が後攻を選択しましたみたいな感じで出るし、これ今俺が先行だっけ、俺が後攻だっけ、どっち選んだんだっけみたいなのがなくなるし、あとデータ集計とかの時にもね、相手の対戦データみたいなのを集計したりとかする時にも、まあ、便利になったんじゃないかな。永続魔法または永続トラップ扱いで魔法トラップゾーンに置かれたモンスターに魔法アイコンまたはトラップアイコンを表示するようにしました。アイコンで、永続魔法なのか永続罠なのかが分かるようになってますね。これを今後センチュリオンっていうね、デッキも来ると思うんで、永続トラップ扱いなのかそれともスネークアイで永続魔法で置いたのかみたいなのが分かりやすくなって、プレイングにもまた影響を与えてくるんじゃないかなというふうに思います。非常に便利。カードの効果により複数の属性を持ったモンスターにおいて表示している属性アイコンをアニメーションさせることで複数の属性を所持していることが分かるようにしました。属性表記かなりの、頻度でこの、アイコンが、くる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 して分かりやすくはなりましたね。ただちょっとあまりにもくるくる頻度がちょっとあまりにもその、間隔が短すぎてうるさいっていう説もありますけど、モンスターをフィールドに出す位置を決定した後表示形式を選択する際のカード位置を変更しました。まずモンスターの出す位置を、決めた後、そして、表示形式を変更する。これね今までねこの辺だったんですよね、手前ぐらいだったんですけど、変更する位置をこの、カーソルをこう置いたところに近い位置で決められるようになったので、まあ、これも非常に、ね、便利な機能になってるんじゃないかなというふうに思いますね。操作性アップ。カード詳細画面でカードの画像を選択すると大きく表示する機能を追加しました。今回の目玉アップデートはこれ、カード拡大機能。これがねかなりいかれた性能をしておりまして、ファンシアちゃん例えばこれ今までここが限界だったんですよ、イラスト拡大するの。これですね、もう一段階押すとこうなります。でもう一段階押すとこうなります。神機能すぎ、神機能これ。しかもにここを連打するとこうなったりするんですけども、この機能がマジで神。これ待ってたんだよね、太ももふっと。例えばね、ファンシアちゃん以外にもね、ウーサのパンツは見えてるのかみたいな、ウーサちゃんのパンツ見えてるんですか見えてないんですか問題みたいなやつに、見えてますね完全に。これ見えるようになったし、あとイブリスちゃんのこの太ももに、巻きつけられているこのガーターみたいなやつ、
これもなんかそのじっくりと見ることができるということで、これさすがにですね、あの神機能と言わざるを得ない。これはまこれがマジでコナミさん本当にありがとうございます。まず一生ついていきます。カードテキストの表現統一のため一部カードテキスト表記の変更を行わせていただきました。上記はテキスト表記のみの変更でカード交換に変更はございません。これどういうことかと言いますと、まあ、とにかくですねテキストが分かりやすくなりましたよっていうことなんですよね。例えばこのライト&ダークネスドラゴンを見ていただいたら分かる通り、これ 1,2,3 とかすげえ分かりやすい表記されてますよね。で読書ができないみたいな縛りは効果外テキストだから上に書いてあるみたいな。これね、あの元々のテキストどうなってたかっていうと、これ OCG 公式カードデータベースの、テキストなんですけど、これ見てください。なんかブルーって書いてあって、すごい分かりにくいじゃん。どこが効果、どこが召喚条件とかなんかそういうのあるじゃないですか。これをですね、こういう風に、表記することによって、まあやっぱりその、まあ遊戯って分かりにくいですからね。これが分かりやすくなっていると、非常にねありがたい。シーズンポイントページの名称がシーズンリポートに変更になりました。ページ内に新たにシーズンリザルトが追加され、過去の WCS 本戦、 WCS 予選、デュエルスカップ、チームランキングの結果が閲覧できるようになりました。これね、どういうことかっていうと、まあ、デュエルメニューのこの右上にシーズンリポートというのが、実装されてまして、これ押していただくと過去のデュエルスカップとか、あと、まあ、WCS とか世界大会とかね、あの辺のランキングがなんかこう見れるようになってたり、あとチーム組んでる方はチームのランキング見れるようになってたり、しますね。でシーズンポイントっていうのもなんか見れるようになってます。で一応シーズンリザルトを見ていただくと、なんかその過去にあったデュエルストカップとか世界大会の、まあ、ランキングが見れるようになっていて、まあ、僕なんかクソラコなんでこの機能あったところで、ただ雑魚なことが証明されてるだけなんですけども強い方はねこの過去の栄光みたいなやつをこの画面に残して、しかもデータとかも見れるんでね、これめちゃくちゃそのガチ勢の方にとってはありがたい機能、自分のそのなんかこう栄光みたいなやつをいつでも振り返ることができるっていう神機能になってるんじゃないかなというふうに思います。あとはなんか不具合修正みたいな、なんかいろいろエラーが起きてたらしいんですけども、この辺が修正しましたよみたいな感じのお知らせになってましたね。もう本当に総じてですね、このねマスターデュエルのねシステム周りを開発されている技術者の方、マジで本当に天才、日に日に遊びやすくなってるんですよね。マジでねこのゲームねシステム神だから、まあね今後もね無限に課金をしていこうと思ってます。はい、この水ドッグチャンネルなんでね。というわけで、まあこの技術者の方々に、賞賛の声を送りながら動画終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。この水さんありがとうございました。じゃあな。